んばんは。定期公演ありがとうございました。こんばんはです。こんばんは、ヤッホーです。定期お疲れ様、こんばんは、ヤッホー、こんばんは、お疲れ様、もやし楽しいこんばんは、こんちゃ、定期公演最高でした、ありがとうございます。こんばんは、ヤッホー、ありがとうございました。ファンレター送った、待ってます。ケンケンさん気づいたよ、うちは見えた、うちはとかいっぱい見えました。よかった、ヘラヘラ元気って、元気だよケロちゃん。今日も次回も外れたって、タカヒロンリーさん。定期みんな外れる、どんぐらいなんだろう倍率、わかんない。定期は当たりませんって、マルスさんも。あまねちゃんこんばんは、大阪さん、大梅田さん、ショートホープさん、公平さん、フラッグさん、ケロヨンさん、元気だよ。でも目がなんか目がね乾燥する。福岡で待ってるよって、ロザリーさん待っとってください。楓、楓ちゃんこんばんは。ドキュメンタリー見て過ごした一日、マジで右左こっち見てウィンク小沢さん初定期、お、ありがとうございます。疲れちゃう公園行ったよって、ありがとう。みんな今日はですね、今日なんか久々の定期だったんだよね。だからなんか僕らのセイククリスマスとかやるのめっちゃ久々で、からなんかなんじゃろ、ウォンチューとかはとかイコールラブとかは結構やっとった、まあ善悪でねやったから、手遅れとかかな。この前の大阪善悪だっけでやったし、なんかあんまり久々感はなかったんですけど、でもなんか定期がやっぱちょっとなんかなんとなく久々感あって、でなんかライブ自体がなんか久々だったけん、ちょっとだけね、めっちゃちょっとだけね、そうじゃけんなんかめっちゃ緊張したの。なんかほんまにミリリも緊張するって言っとって、そう配信は今日はやってないんですけど、なかったんですけど、そうじゃけんなんかめっちゃ緊張しとって、出る前でまあメイビー、言い訳メイビーとか大声ダイヤモンドもやらせていただいたりして、そうなんかね、そうそれはアンコールなんですけど、なんか緊張したけど、なんか最初出る前は緊張したんですけど、まあ、別に出てからは全然緊張せんかった。2位、4位、6位、8位、10位、12位、こっちの偶数が全部アンのアバターじゃ、すごい、ありがとうございます。アンのアバター S さんありがとう。明日バイトなの、やーちゃん明日ね、ヘアメイクするの、髪明日巻いたりもする、ポニーテールしたりツインテールしたりリンゴちゃんしたりストレートだったり、なんかいろいろしたいと思ってます。カズカズさん最近初心者大歓迎です、会いたいよ。いおりさんかな、ゆずちゃん初めて、ありがとうございます。すごいみんな声出してくれたり、うちわとかペンライトとか黄色青とかの持ってくれてる方とかすぐわかるしっていう感じですね。隣の子が近づいて泣いてたの、マジで？かわいい、かわいいっていうかそう、スキーアーリン、お、みなみさん誕生日、お、絶対来てください。エリ君体調悪いの？体調じゃない調子悪いの？うちわが、うちわ体調不良、ちょっと次の時まで直しとって。たくさんもありがとね、メイク教えて、あんなのでよかったら
そんな全然なんか大したことできないけど、すごいなんか最近ショールームのコメントとかでなんかなんちゃら何使ってるのとかそう言われるからすごい嬉しかった。エリ君、隣のアンちゃん推しと仲良くなった。え、そういうの嬉しいね。でも2人あれだったから2人ともにレッスン送った。レッスン？レッスン？まあいいや、分からんけど大メタさんのタオルも見やすかった。ヘアメイクは気になる？テルピーも？あやかちゃん、いらっしゃい、ありがとうございます。だるま、のぶさん、しまののさしこえさん、ありがとうございます。ゆずちゃん、嬉しい、そんなことないですまさくん、福岡待っててね、楽しみ。平渡さん、今日と一個に楽しかった、ありがとうございます。あずみ大好き、4846グループさん、明日昼ね、配信できない、しないかもしれん、ちょっとできないかもしれない、多分ちょっと夜だけかもしれん、期待させてごめんなさい、またやりますしずちゃん、マジ無理だよさん、定期コン行ってみたい。かずかずさん、じゃあ明日も、明日9時から、ショールームは9時からだけどヘアメイクは9時半からです。だからまあ最初の部分はあれかなと思った、まあ9時半ぐらいから見に来てくれたら待ってます。わからん、昼配信できたらします。わかんない、ちょっともしかしたらできないかも。ズマさん、20日ミニ握手行くよ、ありがとうございます、ありがとうございます。マユービームさん、ニッチさん、ありがとうございます。特殊メイクはクッキーさん、はじめまして。みずきちゃん、やっほー。秋山さん、メンズも許される時間があるのか。いや、メンズいつでも許されるから。違うよ、別にヘアメイク配信だからといってね、レディース限定じゃないから1000人超えたよ、女子力配信。奏者さん、こんばんは。ザン、シューマッハ、ダイスコー419日目、イエイジョニシューさん、ユッタン、はじめまして、ありがとうございます。次の定期公演もまたずれたって、ジェニューさん、明日ジム焼け、昼は来れんかも、会いたい、今月会えない、秋山、うわー、ノブさん、パワー、ありがとうございます。今日も待って、ノブさん、ハート、ノブさん、ハート、ノブさん、へい、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがタワーです、本当にありがとうございます。あ、なんか曲がってる、嫌だよ。これのね、これの使い道を今考えてるんですよね。なんか何使おうって思ってさ、いや、なんかスケジュール書こうと思ったんですけど、なんかまだ発表されてないやつとか、こうやって例えばさ、あった後するじゃん、これからね。でさ、こうやって日にちごとに書いていってもさ、なんかこの間に実はまだイベントありましたとかなったら書きづらいしさって思って、なんかスケジュールもなと思って、あ、でなんかここにこれだけ貼ったの、そうっていう、俺が曲げといた、ごめん、何を言ってんだっていうね。そうだけど、どうしようかなって思って、っていうか今日ね、前髪ほんまに、なんか定期公演が一番汗かくんですよ。で今日で、ね、もう前髪がめっちゃ終わったんですけど、そうだけど、さっきポンポンパウダーをして結構復活しました。スケジュール書くボードね、もうね、汚くなったけんポイしたっていうね。みずきちゃん、明日来れる？夜、今日もダンスのキレ良かった、やったゆきおさん、呼んだって、明太ポン、あ、あん、今日明太子食べた。自己紹介とか、あー、なるほどね、書くのか写真ね、今日撮っとらん、コメント読んでもらえるのめっちゃ嬉しいって、イエイ。いおりちゃん、いおりちゃん、うちの野口いおりとは少し字が違うのかな
明日の夜見に行くって、よかった彩香ちゃん、明日夜行くって、みんなありがとう。明太子楓ちゃん、いっぱい来てください。ショールーム初めて見てもっと好きになった、おお嬉しい。あっちゅやっほーん、撮ってないんかい。また今日4人配信するね。嘘、また最近みんなするやん、いいこと。ねんねねんね、来週シンガポール行くの。土台は指原さんと言わになんです。そうですね、指原さんと言わにプロデュースです。仕事お疲れ様です。春咲さん、ダンスレッスン行くよって、寛吉さん、はなちゃん、りさちゃんって、あ、そうなの。ショールーム頑張ろう習慣なの。全然違う、何も言ってない別に。みるちゃん、どうせなら一緒の感じがよかった。でもいおりもね、そっちにねよく間違えられちゃうんだよね。りさちゃんに女子高生っぽいって言ったら喜んでました。絶対そうよ絶対ね喜ぶよ。でけ、でもりさ髪色黒くなったでしょ。今日もショールーム渋滞中、メイク配信どうしよう。おいで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 、アラーがどういう風に作られていくのか作られるっていうか見てください。編み込みとかもしたり、いろいろしたいと思います。大人リサよりも、うん、そうです。そう、ライブ後とかはね多分みんなね話したいんだと思う、わかんないけど ドスッピンからスタートする、その日のコンディションによりって感じアンナも可愛さをねちょっとちゃんと研究したいと思います。さっきも吉田あかりさんの女子力動画見てきました。今日は下地とかでしたね。はなりさ配信中ってね、指原さんが携帯を 10S に変えたって見た。ね、ノースリーブスさんね、すごいですよね。うちの花ちゃんがすごくずっと興奮してましたよ今日。でもね、エモいですよね、3人とも好きでさ。持ち上げありがとう明太ポン時間がなくても10分でもやりたくなる？うん、15分やんないとね、毎日じゃなく配信、毎日アイドルじゃなくなっちゃうんだよね。だからまあ15分は絶対にやる。ノットヤットさんね、それな、なんか10年後は2021年って書いてあったよね。やった、カズカズさん舞い上がっちゃった泉ちゃんかな、泉さん初見ありがとうございます。あんちゃんが好きですらねえ、ノットヤットさん復活やばい、そんなのなんかもうテンション上げちゃう、あわわエモエモのエモンがですね。2021年楽しみですねわかんないけど、なんで嫌なことだらけなの。たくさんコメントしてるけど実は初見。みゆみく、みゆみくちゃんありがとう。早く握手したい。え、ねんねねんねさんふっ復活してくれるのを信じていきますって波乗りかき氷、あ、出たこの仕草動作はじめまして、マケドニアさんありがとうございます。話したくなったよって、おめたさん話しましょう僕のこのドキドキがバレないように、公演後は元気、ほんまに。でも今日の公演後もうフラフラやったよあー疲れたーみたいな感じだったそう、あ
をですね、初めてのときめきは君との制服クリスマス。僕国今日歌ったよ。しかもマフラーがいろんな色でカラーのねマフラーでした。今日はあんなが黄色のやつ、久々にあれ使ったわ。やっぱあれ長いわ長いけん首に巻くの大変やったわ。そう、体力づくらんと。ガッチャンときめいた。ときめく心がキャーシー、こんなに思ってるのに意地悪しないで振り向いて。チャラ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 チャ。カップリング歌ったって。フォース、フォースはウォンチューしか歌ってないですよ。見たかったって花丸さん、見たかった。最近タオルだったけんね、まあ夏やけんさ、マフラー使ってなかったよね。そのいや短い方がもうこうやって巻かないでいいから、タオルだと。でもマフラーだったらこうやって巻かんといけんけん難しいんですよ。みるちゃん、みるちゃん、ふーってチロルさん。そう、ブククリの季節ですね。なんかフォースの衣装になんか合うからみたいな、なんかそのマフラーがカラフルなが合うからって、ヘアさんじゃない、メイクさんじゃない、衣装さんがそれにした、した分かんない、スタッフさんかな、分かんないけどって言ってた。優しく抱き寄せて。配信で自己紹介ってしてないね。はい、イコーラブのリーダーのアンニョこと山本アンナです。二十歳の広島県出身の A 型です。身長 148.6cm で、好きな色は黄色です。でもペンライトは黄色と青って言ってます。でも実はピンクも好きです。あと、何ですかね、特技は分かりません。趣味はダンスとか、ダンスが好きです。歌うことも好きです。そうですね、ショールームをよくてか毎日してるので、暇な時に遊びに来てください、遊んでください。特技はジャンプ好きです。好きなおでんの具はだし巻き卵とか、つくね系とか、こんにゃくだったら糸こんにゃくで、大根が最近好きになりました。今までおでんの大根食べてこなかったんですけど、大根の美味しさにようやく気づけました。A 型に見えん、うっそやろ、 A 型って言われんで。です、身長ください。そしたらあんなもっと縮むんですけど大丈夫ですか。好きな動物は犬です。はい、犬です。パンダも好きです。犬飼っててモカって言うんですけど、もう愛おしすぎて愛おしすぎて、もう大好きです。一人っ子なので、愛犬が妹みたいな感じです。パンダって言うと思ったそこのあなた、アンズーですね。はい、好きなアイドルさんは、私は DD なんですけど、 AKB48 グループさんもみんな好きだし、46グループさんもみんな好きだし、ハロプロさんとかも、スターダストさんとかもうたくさん好きです。 DD 最高で、やっぱでも立原さんとか本村さんとか HKT さんだったらいっぱい、でも HKT さんはいっぱいいすぎてちょっと言えません。はい、 NMB さんを、山本彩花さんと吉田あかりさんが好きです。でも一期生さんみんな好きだし、 NMB さんのなんか面白いとこが全部大好きです。あとアンはキュートさんが大好きです。はい、乃木坂さんだと姫たんビーム姫ちゃん推しだったよあと何でしょう、そんな感じです。はい、長すぎって言われた。あ、友神さん今日はセンキューです。配信お邪魔します。大倉さん、あ、読めなかった、ありが
とうございます。姫たんはエモい、エモいやろ。みーなちゃんとこれからも仲良くしてください。あいたん、ありがとう。よろしくみーなに。あ、そうそう、あとカープとサンフレッチェが好きです。いや、忘れてたわけじゃないですよ。でも本当に大好きです。あとでも女子バレーもすごい好きです。まあそんな感じですね。はい、スノボーはちょっとしないですね。趣味はそうですね、野球っていうかカープ観戦ですね。あんより身長低いのはいったん。アンナ 148.6cm、 アンナはリベロやら。それメンバーにも言われましたね。はい、今髪の毛切って、すごい無茶ぶりですね。山登りは特に、触れません。釣りはね結構したいですね。最近のマイブームはですね、たまごっちが終了しました。マユービームさん、だるまありがとうございます。特技逆上がりですか、できるかな。今たまごっちは元気に育ってますか。あ、今言った通りちょっとさよならしてしまいました。本当に申し訳ございません。キュートさんだったらそうですね、鈴木愛理さんとか岡井千里さんとか中島咲さんとか萩原舞さんとか矢島真由美さんとか全員です。はい、終了。タピオカ大好き。最近マネージャーさんにアンナとリサは君たちタピオカになるよと言われるぐらい毎回毎回飲んでる気がするってよく言われます。はい、もうあのタピオカだけ、1日タピオカだけでもいいっていうレベルにすごく好きです。でもそんなに飲んでないのになんかタピオカになるよ、タピオカになるよって言われます。おすすめのタピオカはチャタイムです。はい、イコラブの中で唯一身長分かってるじゃないよ。イコラブの中で何の曲が好きかというと全部好きです。神曲すぎて藤原さんに本当に感謝なんですが、やっぱりイコールラブのイントロを聞くだけで泣けます。タピオカ4倍は安定、マジっすか。それこそタピオカになりますよ本当に。そうです、新大久保に茶タイムあります。いつも行列でございます。そんな感じですかね。はい、タピオカは週一で飲む習慣をつけております。大阪さん、なんでアンナの影響ですか。タピオカで身長伸びるかもしれないので期待させてください。シューマッハさん、山本さんはタピオカで できてた。カズカズさん、八百屋さん、ヤッホーっていう感じですね。今日のファッションのポイントは結構女子っぽいとこ。いつも女子か。ゴンチャ好きって、ゴンチャもいいよね。いつも行列だよね。ちょっと一人だと並べないんだよね。でもゴンチャ一回しか行ったことない、リーちゃんと行った。でも去年の冬だった気がするな、行ったの。リーちゃんこの前ゴンチャ行ってた、昨日か。アンナのことがよく分かったって、よっしゃよっしゃ。ディズニー行っただけの服じゃないよ、ちゃう。はい、そんな感じですかね。まあ急な自己紹介でしたね、急な自己紹介しましたね。ゴンチャの抹茶、あんね、よし今日は何かに挑戦しようと思ってタピオカ屋さん行くんだけど結局ミルクティー飲むっていうオチです。ゆいちゃん、おかじいさん、チロールさんっていうか、ジャロスキー、あれ、っていうアンの自己紹介でした。ガンちゃん、ありがとうございます。はじめまして、せおちひろさん、ありがとうございます。なんかアンはあのタピオカミルクティー飲むんですけど、花はほうじ茶ミルクティーを飲むんですよ。ほうじ茶の味がするミルクティーを飲むんですけど、飲んでたんですけど、なんかあの一口もらったんじゃけど、なんかほうじ茶みたいな、ほうなんかミルクティーからのほうじ茶みたいな
感じの味がしましたっていう感じですかね。そうですね、襟元がちょっとなんかこんな感じになっています。なんか吹き出しに使えそうですね、こうやって。こういう何を言ってんのか。美味しい、うん、生普通のミルクティーが好きだったほうじ茶より。服はね、どこだろうね、ハニーシナモンとかエブリンとか、なんだろうね、アンクルージュとか、本当にいろいろすぎて、いろいろっていう感じ。ネットとかねえ、ミリにはさ、10月さ、ね、何日だっけ、21だっけ、あるじゃん、なんだっけ、サイン会みたいなやつありますよね。アンナもさ買ったんよ、事件並べるんよね、並んでいいかな並べんのかな、あのやつ分からんけど。ハニシナミリナの服買ったけんさ、注文したんよ。そうでけさ、多分あの握手会さ、レシートがいるんでしょ、当日買わんとダメなんかな。ちょっとアンナも行こうかなポストカードもらえるんだっけ、なんかあるよね。ワンピースではない、パーカー買ったの、ベージュの。並んでたら笑う、普通に並ぼっかな、花と一緒に並ぼっかな、花買ったけん、分からん、当日じゃないと。でもね、レシートね、なんかないんよ。あら、そんなに買ったけど、まだ予約じゃけさ、展示会ってその場では買えんやつないね、展示会って。じゃけさ、あれなんよ、お家に届くんですよ、あの服。名古屋からの往復だね。行けませんでした、あんなその日名古屋だったらしいです。はい、残念でした。今日秋葉原で撮影してました。あ、アットホームカフェだっけ、そう行ってた。あんは行ってないけど、ミリニャとショウコがアニメージの撮影、連載、今イコラブ連載をしていただいていて、アンは花とペアだったんですけど、ラストミリナとショウコが言ってました。いけんやないかい、アンナちゃん、アナさん、いけんやないかい、ミリナの山本さん、名古屋でラジオやんな。やっと買ったよ、精進さん、ありがとうございます。そうそう、アニメージュ白衣装なんだよね、なぜか。どんまいどんまい、え、サイン会行くの、ポンポン、いいよいいよ、本人だったか。たまにイコラブ見るで、渋谷とか何、あん見たことありますか今日テンションだから。そう、いつ名古屋来るの ?21 ってことは 20? 全悪?かな?違う?ちょっと予定がわからないけど、そんな感じですね。ロンリーボーイさん、お仕事中にありがとうございます。あるよ、声かけんよ、申し訳ないし。あるんかい、恥ずかしい、やだ恥ずい恥ずい。なんかそうだよ、なんかさ、例えばさ、まあこうあんなこと取ってくれて声かけてくれたらこう分かるじゃんか、あってなるけどさ、知らん間に見られとったりするの一番恥ずかしくないめっちゃさ、何しとるか分からんじゃん。何しとった、大丈夫だったいや別に何もしてないけど、いつも怖い怖い。ファンにスケジュール確認するアイドル、うん、聞いてないよ、大丈夫大丈夫。実はある、チロルさん、マジで言っとるん全悪は28、あれ、じゃあなんだ、あ、ミニ握手会か、名古屋の。そうだ、いや声かけたらいいのってわけじゃないけど、どっちでもいいけど。この前リサ子と楽しそうに話しよるの見た、じゃあリサ子と一緒におったんや。
ていうかアンナだったと思う。嘘でしょ、梅田さん。ファミマで買い物した時めっちゃ見てるじゃん、あんのこと。何何何今、ええ本当に言ってますか今、みんなどこどこで見たって本当に言ってますか。多分女の子は結構声かけてくれるんだけど、男性の方は多分見て声かけないんだと思う。タワレコでさやねえの CD 買った時に見ただけだな。さやかさんの CD ね、本当だよ。嘘じゃない。じゃあ握手会の話よ。恥ずかしい。だって男の方に声かけられたこと1回しかないもん。別になんあれだけど、隠れた。マジでチロルさん、ほんまに待って、恥ずかしくなってきた。なんかそれはそれですごい恥ずかしい。待って、ほんまに恥ずかしいんだけど。やば、何してた、大丈夫でした。もう怖い、みんな怖い、嫌だ。やばい。そんなにメンバー見ますか、イコラブ。そんな出没してますか。でももう多分出没してるメンバーは限られてると思う。家から出るか出ないか、ほんとそれぞれだから。やば、怖。気をつけよう。ウケるんだけど、面白いね。ヤッホーヤッホームーミンパパさん、うん、アンナ全然山本アンナで歩いてるから、別にそんな、そんな、いや、じーっと観察はちょっと恥ずかしいから。見るだけにしとく。どこで私のことよく見るんですか。どこなんだろう。うん、全然握手とかはしてますね。っていう感じ。県内と緊張するんや。ウケる、チロルさん、かわいい、チロルさん。見てるだけ、やば。ショールームでよく見るよ、ありがとう。声をかけずに諦めるだけ。言いません。4000人超えてありがとうございます。イエイ、ヤッピー、さくちゃん、握手は全然しますよ、私なんかでよければ。完成に、イエーイ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 。腕相撲はしません。なんでみんな伊藤さんに声かけたいの。そんなに指相撲はしません。そんな伊藤さんは伊藤さん部屋とかがある方じゃないんだからね。そんなみんなダメだよ。面白い。指すまなら、なんでそこでゲームしてんの。マック指原さん CM 見た。破れたジーンズ全部縫ってあげて。いやそれさ、絶対さ、デザインやろ。早稲田アイドルフェスティバル、どういうこと。動産部屋、いや作んなくて大丈夫だよ。そんな、大丈夫大丈夫大丈夫。
白のパンダが気になる。え？長見さん嬉しい。伊藤さんと話さなくて大丈夫です。タピオカかけてじゃんけんしたい。いや伊藤さんの連なんかないから。パーマかけてない、巻いてたの。もう取れてるけど、踊ったからもう全然取れてるね。うねってるだけに見えるけど。白飛びしてる、なんでだろうね。明日白飛びしないように頑張ろう。何の服着れば、ピンク系だと大丈夫なのかな。ピンク着たい。ピンクか、何色がいいんだろう。グレーがいいんだよね多分。グレー着ようかな。そう今日はね自分で巻いたんだよ。もう取れてますね。でも明日巻き配信したりするね。部活中に目が合うなんて。コンティヌさん、だるまとハートありがとうございます。思ってたんだ。よいしょ。巻き巻き、ポニテもします。しましもします。ポニテもします。明日します。こんばんは、こんばんは。ついもしようかな。明日は、明日はまあちょっとレア配信って感じで。まゆゆビームさん、コンティヌさん、ハートありがとうございます。ファンレターって超読みます。ここにちなみにファンレターボックスがあって、結構ねパンパンになってきてね、嬉しいんですよ。マジでファンレターはね全部読んでるので待ってます。結構ねこう定期的に、まあ定期的にではないけどもらえるから、なんかそんなめっちゃ溜まってじゃないから全然読めます。ナータンみたいなツインお願いします。それはここということでしょうか。でもディズニーの時に結構まあここら辺頑張ったんですけど、なんかナータンにはもっと上って言われたんですけど、まあここ頑張りました。結構ね上でしたけど、まあ明日は分かんないです。星投げします。夢職人さんありがとうございます。みんなの手紙届いてます、ありがとうございます。ディズニーの時ですよね。ディズニーの時めっちゃ高いよ。高かったよ。あのね、どれやっけな、これや。高くない、結構高くない。ここら辺でやったよ。あでもね、そあでもやっぱやった後ちょっと下ろしたけ、そうでもなかった。結構低くなっとった。あ低かった、ちょっと全然低くなっとった。全然あの全然あれでしたね、低かったです、残念でした。はい、思ったより低かったですね。そう考えたらナータンの次は超絶高いですね。可愛いですね。あでもこの時のさ、ナータンはそこまで高くないのかな。見てください、この2人のこの笑顔。ナータン可愛い、ベロ出して笑ってる。可愛い、可愛いですね。ステラル、ステラル、ステラル、違うから、これ辺ですよね。ナータン
全通院じゃなかった。あんちゃんお姉さんに見える。いやお姉さんなんですよディズニー行ったの？ユナニャ、ユナナ、ユナニャちゃん、ありがとう。間に合った、磯彦。いらっしゃい、耳出していこうって。ねえ、ルーちゃんコーデいいよね。ルーちゃんコーデ小悪やろうかなって思ってたり思わなかったり、いや思ってます。メンバーといる時の笑顔が一番好きだな。あら、いいこと言ってくれるやん。ありがとうございます。そうでもディズニーの写真はみんなすごい喜んでくれるから嬉しいです。ディズニーですごく全力で写真を撮っているので、本当にそう耳つけようかなって思ってる。握手会ディズニー OK だと思います。ゆきなちゃん初見ありがとうございます。みんなフォローしてね。ハートこっちかな。あ、磯彦ありがとう。ディズニーはね、もう心からのね、楽しいという表情が出るんだと思います。わかんないけど。この前配信したやつ、いろんなメンバーがいっぱい出てるとね、まあ全然コメント読まない配信になっちゃうけど、まあレアなね、自由配信っていう感じで、いつものイコラブをなんか届けようっていう感じですね。USJ 行きたいけど行けないね、なかなかね。最高っていう感じですかね。顔に楽しさ出てます、ありがとうございます。ディズニー行きたい。でも次ランド行きたいんだよね。どっちも行きたいけど、今やっぱユニバーサルスタジオジャパンに行きたいんですよね。 USJ が行きたい。ヒヒヒヒヒ、ぜひユニバへ行きたい。みんなメンバーね、 USJ 行きたい行きたい行きたい言ってるよ。ゾンビはちょっと怖いけど、ダンス動画は10月17日に載せる予定です。お手紙待ってます、ひよさん。ディズニーランド夢の国。ハロウィンはメンバーで多分できないと思います。でもその前日とかになんかやるみたいな、全員はちょっと集まらない気がするけど、さすがに今年は。あー、わかりませんね。やるとしたら、やんないんじゃないか説。31はちょっと難しい説。ハロウィン配信は今年はちょっとないかもしれないですって感じですね。レグルスさん、クマさんありがとうございます。連立方程式ですか？うん、見なくていいよ。クリスマスの予定はちょっと分かりませんね。でもクリスマスやっぱイベントしたいよね。12月24日に上野じゃなかった？違うっけ？なんかクリスマスイブに上野でイベントっていうか善悪やった気がする。アンナの勘違いかな。でも上野好きだったから会っててほしいな。違いましたっけ皆さん。どうだったっけな。そうそうだって、しゃしゃ。またやりたいですね、クリスマスイブとか。クリスマスイブになんかどのイベントよりもこの会場が一番楽しいイベントにしたいと思いますとかって言った気がしますね。イブの上の行ったよって。マドチョルさんありがとうございます。すごくない？覚えとった。でもイブなんかやりたいよね。全然わからんけど、まだ12月24のことは。でもだってクリスマスの曲あるってことはもう絶好に歌える日やんね。24、25
やっぱ上野、日比谷、ゼップっていうその3つはアンラーにとっては大きかったですね。ニコラブにとってはね。目が痛い。クリスマスイブ、ニコラブちゃんと過ごしたい。ねんねさん、過ごしてください。ぜひぜひぜひ。その指なんやねん。楽しみやな。大谷さん配信始まった珍しいわ。てんちゃん嬉しいやろ。てんちゃん始まってミーに始まった。秋山さん寝てた。ジョーニシーさん上の日比谷行ったよ。セヒセヒさんリアルセイククリスマスやわ。キャータンが泣いちゃったやつね。そうね、可愛かったね。でもみんなよく泣いてたよねなんかさ、あの頃イベントごとにすごい泣いてた気がする。メンバーがみんな成長したのかなそんな最近イコラムのショールーム多いね。しゃ、もうすぐリーダー就任1年になるね。だっておめでたいですのかね今週4日連続なんと。ミニニアがミニニアファンの甘やかしたいのみんなが喜んでいることでしょう4日連続どうしたミリニャどうしたんでしょうか。さて、わかりません。今日も好きだよリーダー1周年明日も好きだって。ありがとう、いさひか。毎日、そうですね。どうかしたのか、かっこ失礼配信に目覚めた。あんちゃん、甘やかしたいですが、何か涙配信から連続してる。連続してるんですか。後で行きます。カエルさん、こんばんは。こんばんは。リーダー1周年泣くかもって。なんでなんでってできるだけ配信したいって言ってたよ。良いですね。コンティヌさん、ハートありがとうございます。生誕祭は泣くな絶対に。なんで泣かすのやばい。さっけんさん、ありがとう。配信ありがとう。こちらこそ。そう、ミニ前髪短いってね。そういうの、たけっちさん、島根の差し越しさん、ありがとうございます。生誕といえば泣く流れ。でも最近泣かんようになった気がするけんさんちょっと頑張ろう踊ってる姿、後ろから後ろ姿かっこよかった。嬉しい。あれだもんね、定期は横から見ますもんね。もう横っていうか後ろね。えなんでいぶき。トゥデイありがとう。さしなゆいさん、くまさんありがとうございます。泣かないようにしてます玉ねぎのみじん切りしか、みじん切り仕込まなくていい。塩体操、塩体操塩体操されて爆笑してもうた生誕の日を先に泣くね。どんな報告なの。みんなもタピオカの話してマジで。みんなタピオカにね。おめでたーさくちゃん最近やたら眠い。割れたひよさん待ってます。島根の差し越しさんありがとうございます。いや、あんなは最近泣かんよ。もうね、ショールームで泣かないからわからんけど、でももう強くなったから、もう怖くでも泣かんし。緑風さやかさん、こんばんは。あら13さん、
みんなタビちゃん好きやねーで夢中やねーって。明日寒いの？マジか。細谷さん、誰から手紙来るんや。え、でもイコラブはそういうのないんですよね、結構。広島出身のアイドル増えてきたね。負けないように頑張んなきゃね。あ、もうね、泣かせてくれって。今日ね、帰りは寒かったね。今日は弁当買った時に割り箸入ってなかった。泣ける、それ、泣ける。ヘアメイク配信明日するの、9時半から。ショールームは9時からだけど、ヘアメイク配信は9時半からするのだよーん。泣き顔より笑顔が見たい。気合い入れすぎて疲れた。本当に泣けないの、泣けないの、泣かせて。間違うことで、ま、間違うことに厳しい世間、間違うことで大人になれる、傷跡だらけも勲章さ。聞こえてくるよ、高鳴ってるよ、僕たちの歌が。イェイ、愛が勝つ、夢が勝つんだ。腹抱える、なんか、なんで？ご当地アイドルは大変だね。あら、ご当地？東京？目薬なら泣ける。どういうこと？教会ってさ、なつんがいた。おい、もろはし。歌え、歌え。高まるよ、高まるよ、高まる。テーマル、ビスマルク。アイカツだけはあると思ったんだけどな。違うよ、だって福岡でどっちも初披露やもん。岩に通ちって。毎日聞いてくれるって。やってくれたな。キーンとする。キャラちゃんの真似ですかね。アンナの歌い方はこんな感じなんですよ。朝配信終わりそうなので戻ってきました。マックス谷川さん、お帰りなさい。愛が勝つ、夢が勝つんだ、理想だったよ。肌が恐ろしく白い。めっちゃ光どんどんかな。船どんな曲か気になる。うん、楽しみにしててください。初披露は福岡です。本村葵さんがね、振り付けをしてくださったです。スタートと届いてに続いて。配信終わった後虚しくなるよ。あれ、てんちゃんいいの？いいな、福岡って。そう、カープ17日から。まだどこと戦うかわかんないけど。スタート聞くと泣ける、それな。テキャってる。テキャってません。ライトです。初見みそみそさん、ありがとうございます。48時間切ったのかって。そうです、今村マリアさん、すごいパーカー着てくださってますよね。コンティルさん、ハート、アズミン、アイス、ありがとう。アンナロス早っ。おめたさん、オーバーチャースキー、ほんと。アズミン、ハート、ありがとう。
されたよ、もうカ、あのカップリングっていうか、あのアイカツハッピーエンド、まあでもアニメ MV みたいな感じで、声はニコラブです。来週会えるね、にやける、おもしょうご、握手会いたら名乗っていい、もちろんです、名乗ってくださいよ、ぜひぜひぜひ。パーカーのね、確かに時期になりますよね。ハート100個突破ありがとうございます。船の方は何も言いませんよ、どんな曲かとかどんな振り付けとか何も言いません。ねえアンもさ、新しいグッズが気になるんですよ。そうなんですよ、コートも買ってない、全然まだ。ベレー帽レアですね、アンかぶったの。新グッズ見てない、イコラブが一番好き、やった、オーバーチャー。パーカーからの白衣装、いや、わかんない。アイリカツハッピーエンドは、そう、ミュージックビデオ、メンバーの顔とかはないんですよ。アニメ VMV っていうやつなので。そうなんですよ、NMB さんのさやかさんのラストシングルと同日発売なんです。なんてこった、あんなこったあはは、アッキーさんイコラブの現場楽しすぎます、イエーイ。そう、なんてこったうん、言うと思った。パンナコッタ知ってるよ、なんか白いやつ、プリンみたいな、あんなこった。どっちも買うよって、ありがとう言うと思った。早くみんなにも会いたいな。チロルさん、ファンの方に会いたいやろあんなにも会いたいか会ってください。今日も良かったって、これサンフレッチェ2個つけてる、最高すぎ、いぶき、ね、ピヨピヨ、あざらしTikTok ね。パンダもう着ないかな、個別結構3回ぐらいかな着たからね。またパンダって言われそう同じパンダになっちゃうしね。その口好き、本当ですか。セイナさん初見ありがとうございます。って感じで、そろそろ今日は終わろうかな、うち人間やねTikTok 見て寝てね、みんな。今日でも更新されてないですよね、まだ。まだっていうかされるのか分かんないけど、そろそろ終わりたいと思います。ノブさん、んタワー2本、ありがとうございます。なあ、最後にありがとうございます。のぶさん、のぶさん、ありがとうございます、ありがとうございます。本当にのぶさん、やばい、ここありがとうございます。本当にもう有名すぎる、のぶさん。明日9時半から見れる、ワイタスコ水葉ワイタやろね、聞いて。香水ね、買いに行ったんだけどね、今ね、売り切れっていうかね、入荷待ちって言われた。泣いたんだけど、しかもどっちの匂いもだった、泣いたんだけどじゃあ、よし、ちょっと待って、順位読もう。
13位から13位、大阪さん。12位、ラブリンシゲッチ、ラブリンゲッチか、間違えたラブリンゲッチさん。11位、マサアキさん。10位、ゆかりん。9位、いとこんさん。8位、島根のさしくんしさん。7位、なんちゃらおじさんさん。6位、たけっちさん。5位、まゆービームさん。4位、えぐるしさん。3位、ポークたまごさん。2位、さしなゆいさん。1位、のぶさんです。よし、ありがとうございます。よし、ランダムいきます。1人目、あ、間違えた、何人だっけ、7人。1人目、最近反応上手にした、イベリコラブさん。2人目、エリくん。3人目、ボッチさん。4人目、トモキさん、カタカナ。5人目、ミッチさん。6人目、カズさん、ひらがなで。7人目、ヒロベーさんです。ランダムはこの中から選んでおります。ここに載ってる壇上の下の 1,2,3,4,5,6,7 列のにいる方で読んでいます。じゃあ明日は9時から配信して、9時半からメイク、ヘアメイク配信をするので、遊びに来てください。お願いします。じゃあ終わります。じゃんけんします。せーの、じゃけんじゃんけんじゃんけん、ほい、グーです。じゃあおやすみなさい。夜の9時です。バイバイ、おやすみなさい。今日もありがとうございました。バイバイ、 See you、 バイバイ、ありがとうございました。